Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! はい、皆さんこんにちは、田中慎太郎です。皆さんこんにちは、こう田中です。はい、こちらが6月14日月曜日に収録しております。はいはい、いや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 、あのフロリダに行ってましたよね。そうな、それを誘ったみたいな、僕の掛け声みたいな感じになっちゃいましたけどいやいやいや、そうなんですよ、行ってきたんですよって。ニューヨーク引っ越してきてようやく1年経つかなぐらいですけど、僕にとっては。そうだね、まあ1年間よくサバイブしたっていう意味も込め、あとは何か動き出してしまう前に今のうちコロナ価格で行けるとこ行っとこうと思って。結構安かった。できました。安かったですね。あの嫁と2人で行ったんですけど、エクスペディアで飛行機とホテルで込みで500ドルちょいぐらいで行けたんで。あの何泊ですか？一泊ですね。まあ、一泊か、うん。まあまあ、でも、弾丸ですけど。安いよね。いや、安かったと思いますよ。うん、まあ、でも、あの、ビーチは人、すごい少なかったんですけど、はい。ただ、飛行機は確かに9割方乗ってましたね。まあまあ、乗ってるよね。だから、なんか、うん、結構ね、この前も別のお話聞いて、まあ、飛行機乗った、国内で乗ったっていう人も普通、あのもう 100% 客いたよっていう話をしてたんで、うんうん、あれですけど、まあ安くはなってるんだろうけどね、飛行機も、ね、いや安かったと思いますね。なるほどね。でも一泊ってなかなかあれですね、弾丸ですね。うん、まあでもあのちょうどいい具合でしたよ。あのいい感じに綺麗な海も見れて、うん、で、あのまあ泳いだりもしたし、うん、観光とかいろいろ回って、もうなんかもうあれなんですよね、もう僕らもう本当に行ったことないとこうこうてこてこ歩くだけでもうすごい満足できるというか、うん、いろんなものがやっぱり目新しいし、うん、特に違う土地だし、ね、南部じゃないですか言ったら、うん、僕南部っていうかその何そのそのぐらい下の方に行ったこと多分ないんで、行っても僕、うん、サンディエゴとか行ったことありますけど、うん、それってマイアミよりも上ですもんね、北の方ですもんね。ちょっと緯度の関係は分かんないけど、まあまあそう、多分そうだね、多分そうっす、うん、またちょっとカルチャー違いますよね。僕もでも、うん、マイアミはどこに行ったんですか？マイアミビーチです。マイアミビーチ、マイアミビーチ、僕も10年ぐらい前に行きましたけど、まあ、ビーチしかないもんね、うん、マイアミビーチはね、本当に。いや、もうそれはでもいいですよね。うん、僕はもうビーチ好きなので、もう日がなゴロゴロして、たまに海に入ってみたいな。ああ、いいですね。全然満足でしたけど、なんかやっぱ全然カルチャーが違うなと思って。まあ観光客も多いんでしょうけどね。あとは僕、あれはいつぐらいかな、もうそれから少し後だと思うんですけど、タンパベイとかにも行きました、ね、それはなんか取材、あのニューヨークヤンキースのスプリングキャンプかなんかの取材で行きましたけど、またそこもちょっと、まあでもあのカルチャーが違うというか、またちょっとビーチと、まあ、あのそうじゃない場所の同じフロリダでもあのちょっと雰囲気は違いましたけど、でもまあまあ、 あの、うん、おっしゃってるようにちょっと南の雰囲気というかねまたニューヨークとか、まあ、僕が言ってサンフランシスコとかも全然違うしですよね。なんかすごいなんていうのかな、気が楽になるよねうん、なんかそうですね、気が楽になる。な、南国ってやっぱりちょっと楽観主義的な空気ありますよね。そうだよね、うん、あるある、ね、そこ行くとトロントなんか行くともう縮こまってしょうがないですけどね。そうだね、うん、トロントはトロントで、まあ僕もあのちょっと前にそれこそあの野球の取材とかで行きましたけど、まあまあいいとこだよね。
いいとこですよ、まあ、いいとこ。ちょっとこう、まあ、ニューヨークの都市としてのこう性格は似てないけど、なんかちょっとまあ気候であったりとか、まあ、なんかちょっと人の雰囲気とかちょっと似てるよね。いやもう本当、あの、おとなしいバージョンのニューヨークシティって呼んでました、ね、うん、また全然でもフロリダとかね、違うとこ行ったらいいですよね。なんかいろんな景色をやっぱり見ておかねばっていう、なん変な使命感じゃないですけど、ちょっと今まであんま見てこなかった、いや見てきたはずだけど、まあなんかこう観光とかをそんなにしなかったんで。まあまあ今までそうだよね、だってずっと学生だったのね、こっちでね。ずっと学生、もうなんか穴を掘り続けるような生活だったんで。いやでもだったらあれじゃない、あの、何泊かしてくればよかったのに。そう、いやそうなんですけど、まあまあまあ、普通にお金もその分やっぱかかるし、うん、まあこんなもんかなって言って、うん、まあでも大満足。僕はなかなか弾丸すぎない、大丈夫。いやいやそんなことないですよ、もう全然リラックスして、でもう帰ってきて、なんかちょうどその時作ってた曲がちょっとこう、あのドツボにはまった曲があって、あの、いやこれわかんねえなみたいななってたんですけど、マヤミってまあ2日間ポケーっとして見切れだなって言って帰ってきて、座ってピッてこう再生したら、あ、こうすりゃいいんじゃんみたいな、なんかすごい、そういう視点が出て、すごい効果。でもなんか、いやちゃんと休んだなっていう、ああの仕事を持ち出してそれを言い訳にするみたいな、ちゃんと効果があるでしょみたいな感じです。まあまあね、でもちょっとね、その場所が変わったりとかね、あの、うん、思いついたりすることが変わるよね、少しね。変わりますね、うん。他にも候補地はあったんですか？いやなんかもうほとんど思いつきだったっていうか、まあ、海が綺麗なとこに行きたいなっていうのを思っていて、でしかも全然そのなんか行く日の20日ぐらい前に撮ったんで、ね、うん、全然なんか計画性があったとかでもないんですけど、うん、なんとなくどなたかの Facebook を見たのかな、なんか、ああこういうところがみんな観光で行くんだっていうのだ、なんか記憶の底にあった気がして、うん、なんとなく思いつきで、うん、フロリダだ、マイアミだみたいなもう思いつきでしたね。うん、なるほどね。でも結構そのビーチとかは行く方なんですか？いやいや、だからもう行かないです。あの、地元的にも僕はどっちかというと山川の土地だったんで、海っていうのはもう行けば。あるよね。いや、ありますけど、干潟ですからね。あ、じゃああんまりこうビーチとかじゃないんだ。ビーチじゃないですね。あの、ムツゴロウとかが跳ねてるタイプの。一緒に泳げないんで、ムツゴロウとかは。うん、一緒に泳い。もしくは行っても博多の港が汚かったり、長崎で軍艦が止まってたりとか、なんかそういう感じですかね。結構ね、あの、ニューヨークでもビーチはたくさんあるので、僕も週末、あの、コニーアイランドのビーチとか、まあちょっとね、あの、その前日、前々日とかすげえ、あの、天気が良くて気温が高かったんですけど、急に週末冷え込んだんで人はいませんでしたけど、でもそこに限らずね、結構ね、あの、ニューヨークはいいビーチもあるんですよ。ちょっと遠出にすることになったりもしますけど、ほうほう、うん、なんかロングビーチとかね、あと、ロングビーチ、ジョーンズビーチとか、まあ、僕結構本当にあのビーチ好きなんでいろいろ行ってるんですけど、それを元に一回なんか特集とかも組んだことがあって、いろいろあるんです。ちょっと今ね、ど忘れしてますけど、結構これからの季節、あの、気晴らしにはいいかもしれないです。まあ、フロリダ行かずともいいビーチはあるよっていう。あ、そうなんだ、うん、それはいいですね。結構ね、あとサーフィンとかやる人とかも結構いますからね、こっちだとね。おー、ニュージャージーの方ビーチあるし、結構ね、本当にニューヨークは、あの、近くにビーチがたくさんあるんで、これは要チェックですね。なんかスタテンアイランドにもビーチがある。スタテンにもありますね。僕それもなんか3週間ぐらい前かな、あの、スタテンたまに行くんですよ。あ、なるほど。この間、先週コニーアイランドで3週間前にスタテンのビーチって言って、すごいですね。ビーチは、サウスビーチっていうビーチがあって、
でそこもね、ボードウォークがあって割と綺麗になってるんですけど、そこは初めて行きましたね。ただまあまあオープンする前に行ったんで別に誰も泳いでたりはしないですけど、なんか行ったことなかったんですよね、スタ店の方は。でちょっと散歩がてら行ってみようと思って、スタ店はだいたいいつもフェリーの方にブリュワリーがあるんでそっちに行くんですけど、ただ今ベイリッジに住んでる関係でバスでスタ店のね逆側にはすごい近いんですよ。ほう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 。だからそれでちょっと今回行ってみようっていうことで行ってみて、でも結構天気が良かったらいいビーチかなっていう感じで見てましたけど。なるほど。うん、そうなんです。またね、あれだったらお誘いしますけど、行くときに。ああぜひ。結構ね毎年友達を誘い合っていく感じなんで。ああそうなんですか。ぜひぜひ。じゃあニューヨークの海っていうのは、ニューヨークの海は泳げたりするんですか？全然泳げますよ。あ、そうなんだ。お嫌でなければね。まあ綺麗かどうかって言われるとそんなすごい綺麗ではないけど、ただね、やっぱシティの中だとそんなすごい綺麗じゃないですけど、その例えばさっき言ったロングビーチっていうとことかは有料なんですよ。なるほど。制限してたりするんですよね、人数を。だから結構その汚れてないというか綺麗だし、へ、ジョーンズビーチとかも結構ね同じような感じで、あそこはでも無料だとは思うけど綺麗ですね。ちょっとそのロングアイランドの もっとこう向こう側というかね、そんな感じでビーチは結構ニューヨーク市内からでも行けるところはたくさんあるんで。なるほど、知らなかったな、はい。ちょっとこれからの季節はまた夏がやってくるって。まあでも良かったですね。なんかそういうふうにこう気分転換ができて。そうですね。本当にもういいことで幸運ですよ本当に。でも他にもなんかどっか行きたいとことかあるんですか？ありますあります。僕長年の夢があって、グランドキャニオン見たいんですよね。ああはいはい。僕も実は見たことがない。あれはなんか見ないとわからなさそうじゃないですか、なんか予想ですね。そうだね、なんかラスベガスには何回か行ったことあるんですけど、だいたいそこから足を伸ばさないというね。だいたいずっとカジノにいるっていう。あ、なるほど。そうだからね、いつか行かないといけないですね。なんかあれだけは、ちょっと見ておきたい。ヨセミテナショナルパークは行ったんですけど、ヨセミテは言うたら森は森なんで、はいはい、まあまあまあ、ヨセミテでもあれじゃない、こうハーフドームとかエルキャピタンとか、そのはいありますね、岩みたいな、そうそう、あれが僕は結構好きで好きなスポットですけどね、ヨセミテも。なるほど。そう、今年なんかちょっとヨセミテ行きたいなと思ってるんですよね、実は。まあそうね、なんかちょっとそろそろ旅行とかも行きたいですよね。本当にそういう話がようやくできるようになってきた、そうだね、と思うんで、そうですね、なんかちょっとね希望の光が見えてきましたよね本当に。しかもなんかワクチンも大体の人が2回打って、かつことエンタメ界はとはいえまだ暇が続いてるみたいな微妙な空気の時なんで。でもまあ9月からは再開する目処立ってるもんね、一応ね。立ってますね。ただまあ新作がね、多分いろいろ準備で時間かかる。そうですね、徐々に空いてきてるんで、楽しみは増えそうですね。ですね。という感じで、はいはい。そうですね、だから今週もね、まあちょっと天気が良かったらビーチかなとか思ってますけどね。あ、いいですね。ちょっとリベンジじゃないですけど、で、なんかってちょっと思ってますけど、まあまあちょっと天気試合ですね。そんなとこですかね。そんなとこですかね。ビーチの話しかしない、はい。ビーチの話しかしないですけど、はい。まあまあでも皆さんもね、そろそろビーチ行きたいぐらいの時期じゃないかなと思うんで、どこがおすすめなのとか、ビーチのこともまた聞いてくださいって感じですけど、
はい、うん、はい、というわけで、はい、皆さん良い週末をお過ごしください。良い週末をお過ごしください。田中メディアラボ。